世界の終わり The House。 群馬県50歳男性トマト太郎さん、はい、トマト太郎さんです、はい、いつも農作業をしながら聞いています。セカワの皆さんがこんなに楽しい方たちだったとはびっくりです。いや、そうですね。そうですか。すげえ暗いバンドだと思われてる。はい、いきます。皆さんにお聞きしたいのですが、最近ガッツポーズしたことはありますか？年を取るにつれて大きく喜ぶことが減ったなと感じるのです。これからますます寒くなりますが、お体にお気をつけてくださいという50歳のトマト太郎さんから。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。農作業しながら、農作業しながらザハウス流れてるんですね、畑で。なんかおしゃれですね。いいですね、うん、ガッツポーズ。ガッツポーズですって。うん、ガッツポーズね。ガッツポーズか。関係ないけど、俺たちの中学校の数学の先生がバッチグーは俺が考えたってずっと言ってたよね。あ、マジ？言ってた言ってた。王先生。そうそうそう。あ、でも言ってたかもしんない。言ってたんだよ。確かめようがないんだよ。あ、でも確かめてなんかその時は確かめようがなかったけど、うん、ちょっと後でググってみるわ。バッチグー今はもう調べられるんでね。そうだね、うん。オリジネーターかどうかわかりますよ。騙してんじゃねえかな。すごいちょっとなんかこう子供をさ、おちょくる嘘とか言いそうな先生だった。そう、まあ、言いそうなの。あの、うん、でもあの目は本気だったんだ。俺ずっとまだ信じてんだけど、この後バッチグー考えたの。ググるか、もうこのままのこのままにしておくか、ちょっと、まあ、悩むけどね。ガッツポーズって、うん、ガッツさんでしょ。そうですね、ガッツ石松さんが。そうって言いますよね、うん、あ、そういうことか、はい、ガッツ石松さんがやったっていう。すごいよね。なんかそのさ、最初はグーみたいなのもさ、志村健さんが発案だとか、ね、うん、そうなんだ。もう当たり前のようにやってることがね、最近なんだなと思うよね、割と。ね。そんなのね。俺からしたら最初はグーなんて、じゃんけんからあると思ってたよね。うん、なんなら。ね、うん。そうだね。新しいんだっていう、ね。いや、ね、俺そのね、やっぱ、それはびっくりしたけど、ガッツポーズしたことあります最近。なんだろうね。なんかさ、ガッツポーズってなんかこう、瞬間的な成功に出てくる印象なんですよ。だからスポーツとかしないとなんかあんま出てこない。うん、あ、そのなんていうの、ボーリングやとか、うん、うん、うんうんうん、ボーリングとかでね、ストライクとか出した時でね。うん。ガッツポーズか、俺やっぱあれじゃない？あ、体重計に乗った時じゃない？か、え、もうするの？フィジカル的に。するよ。もうやるんだ。じゃあだってなんでするかっていうと、うん、俺は本当に長寿みたいにストイックじゃないから、減ってた時に今日何でも食べれるっていうガッツポーズ。そっち？そう。よっしゃ。昨日の努力が報われたじゃなくて。じゃなくて、今日は食べていい。食べていいっていう、あの、負のループから抜けられないタイプなんで。いや、だから嬉しいっすよ。あ、ちゃんと昨日のラーメンは消化してたんだって。歩くから俺、とにかく。あ、まあね、まあね。すごい歩くし。と最近ガッツポーズし。およしってなるね。なる、うん。はい。世界の終わり、中島です。深瀬です。沙織です。DJ ラブです。さあ、今日のザハウスですが、いよいよ来週11月27日に発売されるエンドオブザワールド初のフルアルバム、カメレオンについてお話ししていきたいと思います。さっきあれですけどね、世界の終わり中島ですって言ったもののなんですけど、自己紹介の時に。そう、エンドオブザワールドというプロジェクトもね、僕らはやってまして、グローバル展開をするためのプロジェクトです。うん、まあ、まあ、メンバーは4人。まあ、もう聞いてる人からしたら、まあ、そう。同じですよ。はい。もう、皆さんは同じ感じでね、同じ人が。まあ、ラブさんの中身が実は違うんですみたいな嘘もつけたなと思ってるんですけど。まあ、そういうこともできた、ね。まあ、そういうこともできたよね。できたけど、嘘つかないでしょ。ラブさんは嘘つけないでしょ。そうだね。英語だよ、そしたらラブさん。全部ね。全部英語だよ、ね。本当に変えなきゃいけなくなっちゃうもんね。そうだよ。すごい190センチとかの大男になってたかもしれないわけだもんね。うん、で、英語がすごいペラペラな人になってるみたいなね。うん。ちょっとよくわかんなかった。はい。まあ、でも、その、どうですか、その、ついにアルバムが出るということになって。いやー、もう結構アルバムの、なんでしょう。制作はもう7年以上してて、なんか、不意に写真のカメラロールを見直したときに、フランスで一回エンドオブザワールドでライブしたときあったじゃないですか。はいはい。あれがね、2013年の1月だった。あ、本当に7年前。そうそうそう。1月ね。2013年の1月。だから、その時にはもう曲作りをその前からしてたじゃないですか。だから、これは7年以上なんだなって、そのプロジェクトね、最近思ったんですよね。
7年半とかご飯に、ほんと8年とかかもしれない。いやー、ほんと行ったり来たりしましてね。いろんなことしたからね。うん、曲も。最初すごいハードめだったよね。そうだね。だからほら、うん、リンキンパークのマネージャーが来てくれたじゃん。ああ、うん、その、まさにフランスの。フランスのライブ。うん、なんかいいよ、みたいなこと言ってくれて。うん、そのハードな路線に、1年ぐらい行ってたんだけど、うん、途中が辞めるじゃん。辞めました。いやー、もうね、忘れた。奇跡を。いや、もうありすぎてね。うん。でもね、そこ考えると、うん、世界の終わりの曲を作り始めてからデビューまでも、うん、7年ぐらいかかってるんですよ、やっぱ。そうかもね。そう。なんやかんや。まあ、深瀬くんと中人、原型はもう高校生ぐらいから作ってるからね。そうですよ。そうですよ。あの辺からまあ構想がありつつ、アレンジを変えつつみたいな、うんうん。こんなに頻繁にやってなかったですけど、ね、学生やってたんで。生物学的幻想曲なんてあれ、どんぐらい前ですかって話だよね。中人より先にラブさんの方が聴いてた。そう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 。そうだね。そうじゃない。うん、先に二人がやってたから、うん、バンドやってたから、ね。16歳、17歳くらい、ね。じゃないもう生物学的幻想曲。うんうん。元はあったの。そうだよね。うん、じゃあお便りちょっと読んでもらっていいですか。行きましょうかね。横浜市17歳女性ラジオネームコロラド。コロラド。コロラド、はい。カメレオンついに発売ですね。おめでとうございます。ジャケットも可愛いです。お母さんに有名な日本人の芸術家が描いているんだよと教えてもらいました。アマゾンで買ったので早く部屋に飾りたいです。はい。はい、ジャケットのお話が出たのでね。はい、説明しますと、今回のジャケットカメレオンのアートワークは村上隆さん、もう世界で活躍されてる方ですよね、村上隆さんにお願いすることができました。はい、やっていただけたという、はい、ことですけど、可愛いですよね。いやー、本当に加瀬くんはもうかねてから村上さんの大ファンでありますから。そうですね、昨日もですね、うん、中野ブロードウェイにあるうん、隣のジンカロっていう買い替え機器のショップに行きました。うんうんうん、いや、なんかね、なんていうか、僕は落ち着くんですよね、すごいこう、うんうん、村上さんの作品が、うんうん、なんかこう、なんていうか、あの作品にこう囲まれてると、うん、勇気も出るし落ち着くっていう、うん、なんかもうすごく僕の中ですごいアートの源みたいな、うんうん、気持ちになるので、まあ、今回ねオファーさせていただいたんです、もちろん僕が、はいはい、そのでも将来の夢だったんですよ、実はこれ将来先のもっといつか、ね、いつかもっと僕が先に進んでいった時にお願いすることをふさわしいタイミングがだったんですけど、まあうちのねそのチームと飲んでて、実際その深津さんがこう、うん、誰にこうジャケットをお願いしたいんですかみたいな話になって、うんうんうん、俺も酔っ払ってんだよ、それは村上ちゃんに決まってやろみたいな首がぐるぐるみたいなことでですよ、はい、夜深瀬くんがこういうことになってしまったんですよ、すごいですね、だいぶ夜の深瀬が本音をポロリでこういうことになってしまう、昼の深瀬は基本こういうこと言わないのね、無茶を言わないの、うんうんうん、いやー、夜の深瀬が頑張ったな、頑張ってくれてよかった、頑張ってくれたんだなと思います。それはなかったら実現しなかったかもしれないですけど、本当すごいことですよ、はい、嬉しいです本当に、はい、ではではちょっとここでカメレオンから一曲かけようかなと思うんですけども、はい、どうしようかな、これは先にこっちからいこうかな、ローラースケイツを聴いていただきたいと思います。はい、お聴きいただいたのローラースケイツ、まあなんか、うん、この曲紆余曲折ありましたね、紆余曲折ありましたよ、いやありまくれましたよ、この曲は沙織ちゃんが歌詞を作ったかな、はい、俺が曲かな、そうで、ね、やりましたねから始まって、うん、僕全然関わってないんですよ本当に、全然 LA の歌ってるだけ関わってるそんなことないですよ、関わってるじゃん、うん、あのね俺沙織ちゃんが歌詞書いてきた時に、うん、あ、なんかすげえいいなと思ったの、すごい覚えてる、うん、っていうか、でも沙織ちゃん歌詞返ってきた時に、うん、一番最後にある歌詞がめちゃくちゃ良かったんだけど、うんうん、カットされてる、あ、なんだっけ、そんな良かったかな、なんかあったっけ、一番、なんか家に帰ってきて
今までで一番ベストなスリープだったみたいな歌詞があって、俺その歌詞すげえ好きだったんだけど、うよと曲折にまあそのそういろいろなセッションを経て変わっていく、ライミングの問題とか、ライミングの問題とかあるんですよね。いやなくなっちゃった、なくなっちゃったって思った。まあどこかで今後、いやでもあれもう音源なんて多分中人しか持ってないその頃の、その頃のでもそうかもしれないね、うんうん、そうかもね。何パターンあるか分かんないよ。もう忘れちゃった。はちゃめちゃだよ、はちゃめちゃにあります。もう軽く10、20じゃないですか。もっとじゃない、もっとだよ、うん、むちゃくちゃあるよ、うん、むちゃくちゃあるよね、うん、むちゃくちゃある。ローラースケーツだけで3枚アルバム出せるよそうかも。ひどい全曲ひどいアルバム出すやひどいアルバム出すよひどって思うと思うんだ、うん、それは。はい、では引き続きリスナーの皆さんから届いたエンドオブザワールド初のフルアルバムカメレオンについてのメールを紹介していきます。東京都19歳男性、ラジオネームスケの終わり。世界の終わりの皆さん、改めエンドオブザワールドの皆さん、こんにちは。カメレオンの発売おめでとうございます。7年かけた大作、とても楽しみです。質問なのですが、スターゲイザーリイマジンドやマイスリーピングビューティードロップアウトブルーバードなど、今までリリースされた曲のタイトルと少し違う曲が収録されていますが、今までの曲と何か違うところがあるんですか？これ結論から言うとあります、うん、というか、うん、かなり全く違う曲、全く違う曲ではないですけど、まあ、アレンジが違う、まあ違う曲ではある、うん、うん、全然違うもん、うんうん、全然違う、印象だいぶ違うとは思いますね、うん、そうっすね、うん、なんか、うんうん、これなんか本当にさ、アルバムが完成して、うん、みんなで聴いたその後に曲名変えたよ、はい、うん、そうだね、そうだね、リ・イマジンドってなんだろうってなりましたね、うん、なりましたけど、みんなで話し合った時に、うん、まあ、うちのスタッフがリイマジンの近いんじゃないですかってなって、うん、でもそうかもね、まあそうかもね、うん、リミックスともまた違うような感じ、うん、まあ、リミックスは全然違うと思うな、うん、印象はちょっと違いますね、うん、聞き馴染みはあるんだけど、そのリミックスっていう響きはね、まあ、でもちょっと違うなって感じしますよね、うん、いやちょっとね、もう一回考えてみたみたいな、ね、そうそうそう、解釈みたいな意味ですね、うん、リイマジン、あ、うん、再構築とか再解釈っていう、うん、でもさ、これ実はさ、スターゲイザーをリリースする前にこのアレンジあったよね。で、俺がこのカメレオンができる直前にあったよ。あったから、俺が中陣にあれ、これを復活させようよって持ってきたの。あ、うん、英語版のリリースの時にってことか。あ、日本語版も？そうそう、日本語版よりは後だった気がするけど。え？じゃあ OK。違うよ。まあでもほんとぐちゃぐちゃになっちゃうぐらいのね。いや、もう。紆余曲折がありまして。覚えてないもん。ねえ。だからまあ。そう。持ってきたって感じですね。やっと、やっとね。いやでも僕ね、聞いてますけど最近、いやいい感じ。非常に聞き応えのあるアルバムだと思います。ね。自分で言うのもあれですが、なんか全体的に最後の最後でピアノをもう少し押そうっつうことになって、うん、ピアノをもう少し聴かせるアルバムにしたいっつって、うんうん、かおりちゃんに結構入ってますね。イントロつうかエアプレインとバースデー。っていうね、サオちゃんに作ってもらってピアノインストです、うん、いいですよ、僕は特にバースデーがいいです、めっちゃいいです。いや、まあ、バースデーからのゴーンがさ、もうそうなの、すごいいいよね、ゴーンって感じちょっともっとなんかあるよもっとある、ボキャブラリーがすごいことになって、最高に分かったと思うよ、結構詩人として尊敬してるんだけどないや、あとアルバム発売と同時にバースデーからのゴーン来たらゴーンってなると思う、 IQ が急降下してるわ、なんかはいはい、じゃあそれではですね、もう一曲かけたいと思います、うん、聞いていただきたいと思います。 End of the World で Forever。 というわけで Forever、うん、これはフィーチャリングニキと、インドネシアの歌、はい、ニキちゃん、いやー僕 Forever すごいなんか、うん、好きなんですけど、うん、不思議な曲ですね。歌の始まり方が毎回、あれ今だっけってなる。でもそれなりますよ、僕がこれロンドンで、ロストを作った、ソングライターと一緒にロンドンにスタジオ入って作った曲なんですけど、その時に俺もこれは
間違えてないって思った。ずれちゃってないって思ったら、はいはい、いや、これはこういう違和感が絶対曲を面白くするから、これはこのままがいいんだよ、つって。うん。言ってまして、はぁって思いましたね。なるほどね、つって。でも一箇所だけ気になるから、そこは表にしてくれ、つって、サビの前は表になってるんですよ。なるほどね。そこはそっちの方が絶対気持ちいいと思うって言って、わかったっつって。殴り合いだ。そうそう、殴り合いして、殴り合い。勝ったんだね。勝ったんだね。大したことない。まあまあ、腹筋が6つに割れてるからね。それはその1個、1個2個投げれば大体人は倒れるだろうからね。気持ちがね、投げれば。がありますけど、腹筋を投げたらね、ファンタジックな感じで知っていただいて。はい。という曲なんでね。という曲ではないんですけどね。という曲ではないですが、はい、まあ、そういう僕らのね、いろいろ。好きな曲です。はい。お気に入りの曲なので、はい、ちょっとね、楽しんでいただきたいというところです。はい。この、エンド・オブ・ザ・ワールドのカメレオンというアルバム、これは11月27日に発売です。ぜひ、チェックしてください。はい。世界の終わり、ザ・ハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house。ではまた来週日曜日お昼の12時にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の終わり中陣と深瀬と沙織と DJ ラブでした。